こんにちは、スタイリストの大山俊です。ところで皆さんはどこのスニーカーブランドが好きですか？もう本当にスニーカーのブランドって様々あるんですが、代表的なところで言うと、ナイキだとか、アディダスですとか、ニューバランス、コンバース、このあたりはですね、もう皆さんご存知のブランドかなと思います。まあその他にも、例えば、ホカオネオネだとか、サロモンだとか、本当にいろんなブランドがあるわけで、まあ最近はこのスニーカーブランド一強だよねっていう感じではなくて、まあ相変わらずナイキは強いんですけども、意外とそれ以外のスニーカーブランドにも人気というものが分散していて、まあ大人の男性はどれを履けばいいのかっていうところがなかなか分かりづらいかなと思うので、今回はですね、特に代表的な3つのブランドですね、この3つを取り上げながら、大人の男性はどのブランドが適しているのか、またブランドの中にも様々なモデルがあるので、まあどういったモデルだったら僕たち大人世代にも似合いやすいのか、このあたりまで徹底的に解説をしていきたいなと思っていますので、まあ、よかったらラジオ感覚で最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってましょう。はい、ということでここからは具体的に3つのスニーカーブランドについて解説をしていきたいなと思ってるんですが、まず1つ目はアディダスですね。まあ僕の結構 YouTube チャンネルの中でもアディダスのスニーカーって出てきてるかなと思います。1949年に設立されたとても歴史のあるですねスニーカーブランドなんですが、このアディダスの中で一番ですね代表的なのはこちらの写真にあるようなスタン・スミスかなと思います。僕のチャンネルの中でもたびたびおすすめしてきたような名作中の名作だと思うんですが、まあ、いわゆるスニーカーの中でもハイテク系で機能性満載、しかもデザイン的にも近未来的でちょっと持った感じのスニーカーもあれば、もう一つデザインも機能性もかなりシンプルで割とこう上品に大人っぽく見えるような、まあそういったスニーカーもあるわけなんですが、スタン・スミスだとかスーパースターだとか、まあ、このあたりのアディダスの定番スニーカーというのは割と大人の着こなしに相性がいいような割とレトロでクラシックな雰囲気のスニーカーになってくるかなと思います。僕の中ではアディダスというとこっちのイメージの方が強いんですね。まあ、もちろんハイテク系のスニーカーも強くて一時すごくブームにはなったんですが、その熱というのもある程度今は落ち着いていて、このハイテク系っていうのはどちらかというとこの後お伝えしますナイキですね、そのあたりが圧倒的に強くて、まあ、アディダスは結構クラシック寄りのシューズ、そういった意味では大人の男性には相性がいいようなそんなブランドになってるかなと思います。ところで皆さん、僕最近ですねあんまりスタン・スミスおすすめしていないですよね。これなぜなのかというと、相変わらずスタン・スミスのデザインだとか使い勝手の良さというのはもう間違いのない名作だとは思うんですが、まあ、似たようなきれいめなスニーカーって今たくさん出ているんですね。まあ、その中でアディダスのスタン・スミスを絶対に選ばなくちゃいけない理由というのがちょっと今はですね減ってきてるのかなと思っています。例えば僕のですねチャンネルの中で最近よくお伝えしているのはコンバースのオールスタークップですね。こちらは白系のレザースニーカーでブランドロゴの主張も全くないし、すごく使い勝手がいいのでこちらを押してるんですが、まあ、スタン・スミスは最近ですねエコレザーと呼ばれるような本革ではなくなったわけですね。まあ、ここが賛否両論があって環境配慮した素晴らしい商品ではあるんですが、革本来の使ってるうちに経年変化も楽しめるというところですね。あとはレザーの持つ温かみだとかそういったものっていうのが、まあ、エコレザーには感じられないということで、やっぱり賛否両論あって、個人的にもやっぱりレザーのですねスタン・スミスに思い入れがあったんですが、まあ、そこの変化もあってだんだんスタン・スミスの取り扱いがこのチャンネルの中では減ってきたかなと思います。とは言いつつもスタン・スミスも最近はですねスタン・スミスラックスというシリーズで本革がですね密かに復活してるんですね。ちょっと価格帯も上がりますし、ディティールなんかもちょっと大人っぽく上品な雰囲気になっているので、このシリーズはかなりいいかなと思いますし、このラインをベースにしながらも、まあ、最近またこう別注のスタン・スミスとかも増えてきているので、また熱はですね高まってきているかなと思うんですが、その中でも最近アディダスでかなりホットなスニーカーが出てきていまして、それが何なのかというと、
ちょっとこれ実験的に買ってみたんですね。はい、こちらサンバというモデルなんですね。皆さん聞いたことありますかね？見た目的にはすごくシンプルなスタン・スミスだとかスーパースターだとかその路線とそこまで大きくは変わらないんですね。アディダスらしいクラシックな3本線ラインが入っていて、ソールの部分はこのゴム素材のガムソールですね。ちょっとクラシックでどこかジャーマントレーナーっぽいような雰囲気も感じられるかなと思います。特にこのつま先部分のディティールなんかは結構ジャーマントレーナーっぽくもあって、まあ、クラシックレトロなスニーカーなんだけども、これが結構 SNS を中心に爆発的な人気になっていまして、まあ、日本でももちろん流行っていますし、海外でも人気が高くて、本当にですね、手に入らないんですね。オンラインで発売されると同時にですね、ババババババッと売れてしまうので、かなり希少性の高いスニーカーになっていて、今アディダスの中で一番熱があるのはこのサンバなのかなと思います。まあ、ブラックとホワイト2色展開になっていまして、僕自身は正直サンバの魅力がめちゃくちゃよくわかるという感じではなくて、まあ人気だよな、何が人気なのかな、こういったものは履いてみないとよくわかんないなということで実際に購入してきたわけなんですけども、個人的にはまあ普通のレザー系のコート系スニーカーとに比べると、ちょっとこうサッカーのスパイク感があって、そのあたりにカジュアルさだとか、あとは退屈に感じられないような、そんな魅力はすごく伝わってくるんですけども、めちゃくちゃ好きかというとまだよくわかってないというのが現状です。ホワイト系もあるんですけども、僕はこのブラックのものがなかなかかっこいいかなと思って、まあオールブラックというよりはちょっとこうガムソールの部分にブラウンっぽさを感じたいだとか、この3本ラインだとかかかとの部分がホワイトになっているので、重たくなりすぎないというところがなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。僕自身まだサンバにはまりきってるわけじゃないんですが、価格帯も結構抑えめで、これがよく感じる瞬間っていうのはおそらくですよ、これはですね、履き込んだ後だと思うんですね。今残念ながらまだ外で履いてないんですね。革もしっかりとしてるし、汚れもないし硬い、この状態ではまだ魅力は実感されないと思うんですね。多分履き込んで汚れてクタッとした感じ、自分の着こなしに馴染んできてからが多分勝負なんだと思います。まあ、そういった時に古着との相性が良かったりだとか、あえて綺麗めな着こなしの中にくたびれたサンバを入れることでバランスが取れたりだとか、まあ、そういった役割をしてくれるのかなと思うので、ちょっと新品の状態ではあんまり魅力は感じないんですが、アディダスの中でスタン・スミスですとかサンバですとか、まあ、スーパースターだとか、このようなクラシックなスニーカーというのは大人の男性にも結構似合いやすいですし、今のトレンド感がありつつも割とトライしやすいというところで、まあチェックしておいて間違いのない選択かなと思います。僕の一番のおすすめはスタン・スミスのラックス。トレンド感をいち早く取り入れたいのであれば、このサンバ、まあ、もちろんトレンド感もあるんですが、もう70年以上の歴史を持つようなもう大定番のスニーカーなので、これ流行が過ぎ去ったらちょっと恥ずかしいなっていう感覚を持っている方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ割とですね、クラシックなシューズなのでクタクタになって履くのも悪くないんじゃないのかなと思います。ただこのサンバに関しては流行しすぎてしまっているので、賛否両論めちゃくちゃあるので、そのあたりはトレンドだけを意識して無理やり履くと結構なんか流行りに乗ってるなって感じもしてしまうところもあるので、まあそのあたりは注意をしつつ取り扱っていただければなと思っています。まあ個人的にもせっかく買ったので、もう子供と遊ぶ時とか公園に行く時にもガンガン履き潰して味わい深くなってきてからもう一度ですね、評価をしたいなと思うような、そんなスニーカーでした。ぜひ皆さんも改めてアディダスの魅力を理解しながらトライをしていただきたいなと思っています。はい、続いて2つ目のブランドがナイキですね。まあ皆さんもう言うまでもなく知っているブランドかなと思いますし、一度ぐらいは誰もが履いたことがあるような、そんなブランドなのかなと思います。ナイキの前身となるですね、会社は1960年代にですね、設立をされまして、ナイキとしての商品がですね、正式にリリースされるようになったのが1970年代初頭という形になるんですが、アディダスほどは長くはないんですけども、歴史のあるブランドの一つかなと思います。まあナイキというと僕の中では先進的なデザインと機能性の両立というところで、バリエーションもめちゃくちゃ広いし、マーケティングも含めて非常に洗練されているので、まあスニーカーのブランドの中でも非常にトップランナーとして今でもですね、人気が高いブランドだなというふうにですね、認識をしています。1970年代は割とクラシックなスニーカーが多くて、今僕がこちらに持ってきているブレザーローというですね、スニーカーも元々はバスケットボールシューズなんですけども、クラシカルで割とこう
こう使いやすいようなデザインになってるかなと思います。まあ、僕の中で一番気に入ってるナイキのモデルはまさにこちらのようなクラシックなタイプなんですが、他には同じくベーシックかつクラシックなコルテッツですね、こちらのようなものですとか、あとは僕ら世代だったらエアジョーダンシリーズですね。僕もですね、中学生時代にまさにスニーカー全盛期でナイキのスニーカーを買い漁っていた時があったんですね。まあ、その時にエアジョーダンシリーズですね、僕はバスケをやっていたんですが、エアジョーダン7をですね履いてプレーをしていましたし、その他にもエアジョーダン12だとか様々なモデルも買いました。他にはエアマックスシリーズですね、もう僕ら世代だったらエアマックス狩りというですね、センター街にあれを履いていったら一番いけないスニーカーだったわけなんですが、まあ非常に人気が高かったモデルもありました。エアマックス95はもうカルト的な人気がありましたし、意外と使いやすいエアマックス97なんかは数年前にブラックのものを購入しまして結構履き倒しましたね。 YouTube の中でも、初期の僕のチャンネルの中でも割とエアマックス97のですねブラックはよく出てきたかなと思うんですが、まあこのあたりのシリーズもすごく人気です。他にもナイキっていうのはすごくバリエーションが豊富で、非常にですね戦略的にいろんなブランドだとか著名人とコラボレーションをしながら希少性を高めたモデルというのが続々と出てくるので、ナイキの熱というのはなかなか冷めやらないというところが今でも続いているのかなと思います。まあ、代表的なところで言うとディオールとコラボレーションしてみたいだとか、ルイ・ヴィトンとコラボレーションしてみたいだとか、シュプリームとコラボレーションしたりだとか、あとはサカイですね、このあたりともコラボをしたりだとか、そのあたりのレアなモデルは非常に人気が高いですし、スニーカーマニアの方々がもう興奮するような要素がナイキにはたくさんあるので、そりゃ世界一になるよなと改めて実感するのがナイキの存在かなと思います。で、僕自身がナイキをどのように見てるのかというと、実はですねそんなに履くことがないんですね。これなぜかというと、中学生時代にもうかなりの量をナイキ買ったので、そこで結構満足してしまったっていうところもありますし、割とスニーカー自体の主張が強いものよりはクラシックで自分の着こなしの中にスッと馴染むようなスニーカーの方が僕は好きなので、そう考えるとハイテク系のスニーカーよりはちょっとローテク系の方が好きなんですね。まあ、その中でもエアマックス97というのはハイテクなんだけども、割とですね現代の着こなしにスッと馴染むのですごく好きなスニーカーだったんですが、まあ、結構ですねエアマックス97も履きまして2足購入したんですね。それ両方とも履き潰したぐらいよく履いていたんですが、まあ、最近では結構その気持ちも一段落しまして、ナイキのブレザーローですね、こちらもう2足目になります。なんだかんだで使いやすいんですね。先ほどのアディダスのですねスタン・スミスだとかサンバだとか、あのあたりもレトロ系のスニーカーだと思うんですが、まあ、そこと雰囲気的には近しい部分があるかなと思います。ナイキの象徴的なマーク、このロゴですね、こちらに入っていたりだとか、あとはこのタンの部分にもですね当時のナイキのロゴですね、ちょっとこれもレトロでクラシカルな感じがあるかなと思うんですが、そういったロゴが入ってたりだとか、まあその部分もねこういった当時の雰囲気を再現したような、そういったこのブレザーローが非常に気に入っていてよく履いています。でブレザーローもですねこれ2足目なんですが、これ買い替えたタイミングに1回新品になりますよね。その時にめちゃくちゃしっくり来なかったんですね。なんだか全然良くないな、テンション上がらないなっていう瞬間があったんですが、まあブレザーローっていうのはもともとクラシカルな雰囲気なので、くたびれてからが勝負だと思うんですね。ある程度汚れてきた方が雰囲気出てくるんですよ。今ちょっとですね履き込んで色もですねくすんできたし、このようなレトロ感がある状態になってからやっぱり魅力が加速したかなと思うんですね。その点この先ほどご紹介したサンバも同じだと思うんですよ。この経験があるからこそ、まだ全く外で履いてない状態ではいまいちテンションが上がらないなという感じなので、まあ、クタクタにしていきたいと思います。そこから正式なレビューをもう一回やりたいなと思ってるんですが、まあ、ナイキはすごく人気が高いモデルではあるんですが、まあ、大人の着こなしというところを考えると、あまりスニーカーが前に出すぎるような感じだとちょっとですね子供っぽく見えたりだとか、本当にスニーカーが好きな方であればそのスタイルは非常に素敵だと思うんですが、そこまでスニーカーに思い入れが強くなければ、数あるファッションアイテムの中の一部だと思うんですね。そのスニーカーが前に出すぎてしまうよりは、シンプルなこういったブレザーローだとか往年の名作エアフォースワンだとか、このあたりを使うとバランスがいいんじゃないのかなと思います。王道中の王道のナイキに今でもですね熱狂を持っている方少なくないかなと思いますが、ぜひですねこのようなレトロ系の使いやすいスニーカーも頭の片隅に置いていただければなと思っています。
はい、続いて3点目がですね、ニューバランスですね。まあこちらにいろんなニューバランスのモデル持ってきていますが、本当にごく一部しか持ってきませんでした。自宅と事務所合わせればかなりのですね、ニューバランス数になってしまったわけなんですが、まあ最も今回ご紹介する中で僕自身買ってるのがニューバランスになるかなと思います。それだけ今の時代の雰囲気だとかトレンド感とうまくマッチしているのがニューバランスという立ち位置なのかなと個人的には感じています。もともとは1906年にですね、設立されたのがニューバランスというブランドなんですけども、まあ例えばこちらですね、まさしく1906というモデルもあったりするわけで、まあ、非常に歴史が長いんですが、もともとはインソールを作るブランドだったんですが、そこから矯正靴を作ったりだとか、ランニングシューズを作ったりだとか、今日のですね、このニューバランスへと繋がっていくわけなんですけども、ナイキだとかアディダスに比べると、ニューバランスってベースとなるデザインってそんなに大きく変わらないかなと思ってるんですね。まあ、例えばこちらに992というモデルがありますが、もうニューバランスというとこういうイメージありませんか？どちらかというと、ボリューム感があって、丸みがあって、おじさんが履いてそうなランニングシューズ感が非常にですね、漂っているのがニューバランスのスニーカーだと思うんですね。なので、今回ご紹介する3つの中で、最も難解なのがニューバランスだと思うんですね。正直、何のですね、先入観もなく、一番最初にこのシューズを見た時にかっこいいなって思う方は本当に少ないなと思うんですね。なんかゴテゴテしてるなとか、なんかぽってりとやぼったいなと感じる方の方が、まあ、純粋に多いんじゃないのかなと思います。まあ、僕自身もかつてはそういったイメージを持っていましたし、ニューバランス今でも苦手な方もいるし、だいぶ市民権は得てきたかなと思うんですが、今でもそのあたりは言われる部分なので、やっぱりちょっと癖のあるようなデザインになってるかなと思います。なぜこのニューバランスが人気になったのかって僕はよくわからないんですけども、まあ、僕の一つの予想として考えているのは、もともとニューバランスのスニーカーというのは機能性が高くて物作りが確かなので、一部の熱狂的なファンがずっと居続けたブランドではあるんですね。特にファッション業界には昔から根強いニューバランスをファンの方が結構たくさんいらっしゃっていて、まあ、雑誌だとか様々なメディアを見てるとニューバランスの愛がですねしっかりと語られてきたわけなんですね。まあ、代表的なところで言うと雑誌ビギンですね。このあたりを見ながら、ニューバランスって人気なんだとか、様々なお店に足を運んでみれば素敵な店員さんもなぜかニューバランスを履いてたりするわけなんですね。なので僕もその魅力はよくわからなかったんですが、まずは試着をしてみて、なるほど、こんな感じか、思ったより変じゃないなっていうところから始まって、またそこから時間が経って、じゃあとりあえず買ってみようというところからスタートして、だんだん沼にはまっていったというのがニューバランスの良さなんですね。パッと見のかっこよさは正直ないんですよ。そのあたりはエアフォースワンだとかスタンスミスだとかベーシックで綺麗めなスニーカーの方が圧倒的にパッと見の印象はいいと思うんですね。そのようなシンプルなスニーカーってどちらかというとノームコアっていうですね、こうなるべくシンプルで主張のないようなスタイルが流行ったようなタイミングがあったと思うんですね。自分の体に合ったサイズ感の服で、木をてらったような服ではなくてベーシックでミニマルな服を着るような、まあ、そういったトレンドの時代にはやっぱりスタンスミスだとかなるべく主張のないようなレザー系のスニーカーというのが非常に時代の感覚にあったと思うんですね。その時代にニューバランスってそこまでですね人気は高くなかったと思うんですが、最近はサイズ感もちょっと緩めになっていますし、スタイルとしてもちょっとクラシックでレトロなものが再評価されたりするような、そんな時代感なので、その中にニューバランスのちょっとやぼったい感じだとかおじさんっぽい感じだとかクラシックな雰囲気というのがバチッとハマったんですよね。まあ、この時代の雰囲気ともあったというところと、かつてはファッション誌だとか一部のアパレル業界の方々がニューバランス楽しんでいたんですが、まあ、そういった情報って積極的に触れていかないとなかなか目にすることもなかったんですが、まあ、最近は SNS ですね、インスタだとか YouTube だとかウェブだとかいろんな場面でニューバランスの魅力というところが深く語られるようになってきたので、その結果一気に広がってきたというのがここ数年のニューバランス人気の理由なのかなと個人的には理解をしています。ただ最近はめちゃくちゃなんか人気ができすぎてしまっていて、この人気がいつまで続くのかっていうところはちょっと疑問に思っているところもあります。ナイキのようにいろんなブランドとも積極的にコラボレーションもしていますし、アパレルもやったりだとか、ニューバランスの人気は衰えるところを知らないわけなんですが、まあそろそろですねちょっとずつその熱も落ち着いてくるのかなというところは感じています。僕自身もいっぱい買ったのでちょっとお腹いっぱいな感じがあって、先ほどのアディダスを3
バだとか、そういったところを買ってみたいだとか、あとはですね、サロモンを買ってみたいだとか、ホカオノネを買ってみたいだとか、あとは最近ですね、同じような、ちょっとこう、ごちゃごちゃとしたような、ランニングシューズ系で、アシックスですね。このあたりの人気も、じわりじわりと高まってきてるので、まあ人気というのは、結構こう、頂点まで行ったら、ある程度は勢いは落ち着いてきて、もう定番的にはなるんだけども、その他にもちょっと違った雰囲気のものが人気が出てきたりだとか、まあそういったフェーズにちょっと入ってきてるのかなと思うんですが、大人の男性にも、まあ使い勝手はすごくいいんじゃないのかなと思います。かつてだったらニューバランスをスニーカー履いていても、おじさんのシューズとして認識されることも少なくなかったんですが、まあこれぐらいですね、認知度が高まってくれば、ちゃんとですね、ニューバランスをおしゃれなアイテムとして履いてるんだなっていうことも認識されるようになってきたので、このタイミングであれば30代の方40代の男性でもですね、ニューバランスは履いていただけるんじゃないのかなと思います。まあ足との相性はあるかなと思うんですが、今回ご紹介する3つのブランドの中で最も歩きやすいのはニューバランスかなと思います。これはもう間違いがないところで、僕も色々と履いていますが、ニューバランスのせいで革靴が履けなくなりました。それぐらいですね、これに慣れてしまうと、もう後に戻れないぐらいですね、履き心地の良さは実感できるのかなと思っています。まあ様々なモデルがあって、その中でどれを選ぶのかは結構ですね、難しいところではあるんですが、僕の過去の動画を見ていただくといいと思います。人気があるのが990番台ですね。992だとか、最近発売になった 990V6 ですとか、このあたりのグレー系の色だとか、あとはネイビー系は相変わらず人気です。その他にも 2002R があったりだとか、1906が出たりだとか、このモデル知らないなみたいなものがどんどん出てくるので、まあ相変わらず人気の高いニューバランスも一足持っておくのはすごくいいんじゃないのかなと思います。まあ入門編として996だとか、このあたりから入ってみるのもいいと思いますし、トレンド感のある2002から入るのもいいと思いますし、頑張って990番台を買うというのも、まあなかなかですね、センスよくも見えますし、物としての完成度というか、所有をして履いてるうちにどんどん満足度が高まってくるというところが、ニューバランスの不思議な魅力かなと思うので、まあ、そういったところも含めて非常にお勧めできるスニーカーなのかなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画の中では、大人におすすめのスニーカーブランドですね、代表的なアディダス、ナイキ、そしてニューバランス、この3つのブランドの特徴と、あとはどのモデルが似合うのかというところを皆さんにご紹介させていただきました。まあ、今回僕の持ってきた私物に関しては、どれもですね、木を照らったようなスニーカーが前に出すぎるようなものではなくて、割と地味めなものが多かったかなと思います。これは僕の考え方なんですが、スニーカーが好きではあるんだけども、あくまで着こなしの一部なので、それだけにフォーカスが行ってしまうよりは、ちゃんと着こなしの中に馴染むということが結構大人の着こなしの中には大切かなと思ってるんですね。まあ、その中で今回ご紹介しているような、まあ、ナイキだとかアディダスはハイテク系のスニーカーも強いんですけども、ちょっとこうレトロでクラシックな感じというのが着こなしの中に馴染みやすいですし、なおかつ今のトレンド感にも合っているので、すごくいいんじゃないのかなと思います。そしてニューバランスはこの2つにないようなボリューム感ですね。機能性で言うと、まあ普通に歩きやすいんですよ。まあとにかくこの2つよりも歩きやすくて、ぽってり感があるというところ、このあたりも今のトレンド感に合っているので、一足持っておくのもいいかなと思います。まあそれぞれブランドの背景だとかストーリーだとか、いろんなものがありますので、まあ、ぜひ皆さんのですね、しっくりくるものを選んでいただきたいなと思います。そしてコメント欄にですね、皆さんの好きなスニーカー、お気に入りのスニーカーもぜひ書き込んでいただきながら、僕自身もですね、スニーカーの知識をもうちょっと高めていきたいなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段なかなか伝えきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、または専門ブランドですね、まあ、スニーカーなんかも好きでいろんなものを購入しては、どんどんですね、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて1本のライブ配信をやっていまして、皆さんのご質問にお答えをしながらワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見れない方のために、オンラインサロンというものもやっています。こちらは文章と写真ベースで、おすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を行っていまして、僕も毎日や発信をしています。また僕以外の専門家の方だとか参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄から同じくチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。